シュトットロト宮殿の旧宮殿に立つ、エーバーハルトヒゲ公の騎馬像エーバーハルト一世は、初代ビュルテンベルク公。公爵に昇格するまでは、ビュルテンベルクラッハ博エーバーハルト五世であった。また、エーバーハルトヒゲ公の衣装でも呼ばれる。エーバーハルト五世博は、ビュルテンベルクラッハ博ルートビヒ一世とその妻で、プファルツ先帝公、ルートビヒ三世の娘であるメヒテルトの間の、 末息子として生まれた。エーバーハルトは1457年に、兄ルートビヒ2世の早死により幼くして、ビュルテンベルク・ウラッハ伯爵領を継いだ。ビュルテンベルク伯領は1442年以来、ウラッハ系とシュトットガルト系の2系統に分裂していた。エーバーハルト5世の少年時代の後見人には、父のフ育ク係で、高い尊敬を集める貴族ルドルフ・フォン・エヒンゲンが、指名された。 1468年、エーバーハルト・モセイは、エルサレムに巡礼旅行に出かけ、聖墳墓騎士団の騎士に助任された。この時、エーバーハルト・モセイは、騎士団に敬意を表して、自分の紋章に騎士団のシンボル、ヤシの木を選んだ。1474年、エーバーハルト・モセイはイタリアで非常に富と名声を、集めているゴンザーが家の当主、マントバコ・ールドビーコ三世。 コンザーガの娘バルバラと結婚した。しかし、翌1475年に生まれた夫妻の一人娘、バルバラは、生後2ヶ月で溶接、以降子供に恵まれなかった。1477年、エーバーハルト五世は、中便現大学を創設した。彼は共同生活兄弟団や、新しい新人運動を、自分の両国に招聘し、両国の各地に、 聖堂参次会の管理する教会を混流するなど、教会や修道院に対する改革に強い関心を示した。エーバー・ハルト・モセイは、ラテン語を話すことはできなかったものの、高い教養を積んでいた。彼は、多くのラテン語文献をドイツ語に翻訳してもいる。また彼の宮廷には、人文主義者のヨハンニス・ナウクレルスが抱えられていた。1482年12月14日、エー,ー・ハルト・モセイは、 ミュンジ人ン間ン条約の締結により、グラフ派系とシュトゥットガルト系の二つのビュルテンベルク伯領の再統合を実現させた。彼は、シュトゥットガルトに移り、再統合されたビュルテンベルク伯領全域を統治した。同年、教皇シクストゥス4世は、エーバーハルト5世に黄金の薔薇を送り、1492年には、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世が、エーバーハルト5世を、 金曜毛騎士団の騎士に助任した。1495年7月21日、マクシミリアン一世の主催するボルムスの帝国議会において、エーバーハルト五世の統治するビュルテンベルク伯領は公爵領に昇格することが宣言され、エーバーハルト五世は初代ビュルテンベルク公爵エーバーハルト一世となった。しかし、翌1496年に急死、 重帝のビュルテンベルクシュトゥットガルト伯エーバーハルト6世がエーバーハルト2世として後を継いだ。エーバーハルト1世は同時大臣たちからも学識者として評判が高かったが、19.20世紀のドイツの愛国主義的な歴史著述家たちはエーバーハルト1世を好んで美化した。バルハラ神殿には彼の胸像が置かれている。詩人ユスティス・キルナーはシューベンへの昇華、 プリーイゼンドミッドフィール周年デ念において、エーバーハルトヒゲコは、ビュルテンベルク人に愛されし支配者であったとしている。ビュルテンベルク人の愛教家となっている、この歌において、エーバーハルト一世は並ーるドイツ諸公の中で最も、富裕で、また命や財産を奪われることなど気にせずどの、領民の膝の上にでも、自分の頭を置いて休むことができた、としている。エーバーハルト一世は、 ビュルケンベルクの最も優れた統治者の一人だったとみなされている。ありがとうございます。